ニューヨークにある外食店外食産業とは、家庭外で食事を提供するサービス業。小学館デジタル大事線によれば、外食産業とは、大規模のチェーン店形式による飲食業の総称。ファーストフード店やファミリーレストランなど。とあり、飲食店の中でも、企業として大規模に展開するものを指すとされる。ガスと国立店。 スカイラーク1号店が業態変更したもの、食事をする空間を提供するという競技の意味での外食産業は日本初の百貨店であった三越日本橋本店に1907年4月に開業した食堂を講師とする。外食の用語は太平洋戦争中に戦時下の食料統制の一環として1941年4月に導入された。 外食犬制によって配給された外食券で食事ができる食堂に外食券食堂との表記がなされたことによって広まった。現在ではここからさらに派生した内食、昼食などの用語もある。日本で本格的な外食産業の展開が始まった1970年が外食元年とされる。この年は7月に日本初のファミリーレストラン。 スカイラーク1号店が、中央道、国立府中インターチェンジ近くの東京都、府中市政府庁後の16の一に開業した都市である。また1970年3月には、ケンタッキーフライドチキンが、大阪万博に実験店を初出店。同年11月には、名古屋市のダイヤモンドシティ、明材ショッピングセンターに常設店舗1号店の、明材店を開店している。 ファーストフード店では、当時大英系列であったドムドムハンバーガーが1970年2月、町田市の大英原町電店に1号店を開店。日本初のハンバーガーチェーン店として、大英系列の店舗を中心に出店を進めた。翌1971年7月20日には、マクドナルド1号店が、三越銀座店1階に開店。4日後の7月24日には、 代々木駅前に、代々木店を開店している。米国マクドナルド社は、自家用車での来店を想定して1号店は郊外に、作るべきとし、神奈川県茅ヶ崎市への出店を主張したが、当時日本ではまだモータリゼーションが進んでいなかったこと、銀座の百貨店のブランド性などから見越し、銀座店への出店が決まった。1970年には、 銀座や新宿などで歩行者天国が始まり、マクドナルドではその後も新宿に行こう、三越新宿店など、都心部の百貨店へのテイクアウトカウンター式の店舗出店が続いた。1970年代には、ハンバーガーチェーン店の開業も、相次ぎ、翌1972年には、モスバーガーが3月12日に、 なります駅前商店街で実験店を出店、ロッテリアが日本橋高島や北別館1階に1号店を開店している。こうして1970年代からファミリーレストランファーストフードのチェーンストア展開が始まり、マスメディアにも外食産業という用語が登場するようになる。それまでは祝い事や行事などの際の特別なものであった外食は、 1970年代以降は庶民にとっても日常的なものとなっていく。さらに1980年代後半から1990年代にかけてのバブル時代には後継期を背景に空前のグルメブームが起き、テレビのグルメ番組や美味しんぼに代表されるグルメ漫画も流行するなど外食が娯楽の一つとして広く定着した。 現代の家庭における傾向としては、一般的に、世帯主が若い家庭ほど食費に占める、外食の割合が大きく、また、単身世帯は二人以上の世帯よりも、外食の割合が大きくなる。外食の定義は、一般に競技と講義の意味がある。競技の外食は、食事をする空間とともに食事を提供する形態の、業種を指す。食堂、レストラン、 ファーストフードや喫茶店など一般に飲食店と称する業種がこれにあたる。証券市場では証券コード協議会における業種分類で協議の外食産業はスーパーマーケットやコンビニエンスストアなどと同じ小売業に昼食を手掛ける企業は食料品に分類されている。店舗の例71番職人歌合わせ24番一服一銭。 茶屋が登場したのは、室町時代と言われ、職人歌合わせなど、中世の図像資料には、自社の門前で簡素な店舗を営み茶食を提供する、職人の姿が描かれており、近世に至る前近代には外食業は、自社との関係が濃密であった。近世には、都市が発達し、旅人の往来する街道沿いや、山経地である自社、遊興施設など、 集客機能を持った場所が成立し、また物流網が発達し、青物や海産物、乾物など多様な食材が安定的に供給されるようになり、料理屋など外食産業が成立する基盤が整えられ、都市の経済的発展や賑わいを示す要素にもなっている。江戸時代初期にはメシ屋が登場し、例えば、伊原ラ西閣の西閣沖土さんによれば、 1657年に浅草に出店したメシアの奈良茶は人気を博したという。中期から後期には、蕎麦屋や、留水、茶屋、居酒屋などの業態が登場したとされる。また、惣菜用の料理を扱う、ニウリ屋が茶屋を兼ねて、料理を提供することもあった。また江戸では、蕎麦、寿司、天ぷらなど、屋台の外食産業が盛んとなり、また、 江戸時代の料理屋としては、芝居小屋など、娯楽施設と近接し、いい森城を雇用した売春を兼業することもあった。娯楽施設に近接する料理屋はその性格から、バクトなど、アウトロー集団や犯罪に関わる情報が、集中しやすく、一方で目明かしなど貢権力の人間も出入りし、犯罪発生と、治安維持の両側面を持った性格であることが、指摘される。 こうした料理屋の多面的性格は近代に、売春業は、遊郭、治安維持は、警察と都市における機能文化が進み、純粋に飲食のみを提供する施設へと変化していく。これらの業態は、個人による、制御的なものがほとんどで、乗れんわけによる視点としての関係にとどまっていたが、1960年代にアメリカで起こった。 フランチャイズブームをきっかけに、日本にもフランチャイズ形式の店舗が登場する。1963年にはダスキンが FC1 号店を出店し、藤家の洋菓子店 FC1 号店を出店。1970年、日本版国博覧,覧会会場に、ケンタッキーフライドチキンが出店し、翌1971年にはマクドナルドが銀座三越に出店。同年には、 ミスタードーナツも第1号店を出店した。ファミリーレストランでは1970年にスカイラーク、ロイヤルホストが出店している。1973年には、吉野家が神奈川県小田原市に、フランチャイズ第1号店を出店。同年にはシェイキーズも渋谷に第1号店を出店している。1970年代から1980年代には、 セントラルキッチンやポスが導入され、より効率化が図られた。市場規模は、1980年で14兆7千億円に、1980年代後半には、20兆円を、超えた。1980年代には、フランチャイズ形式を取り入れた居酒屋が登場しており、1983年には、東京都内に、白木屋1号店である。 中野南口店が出店している。1990年代にはバブル崩壊によって成長は鈍化した。一方でバブル崩壊による地下下落等により地下や家賃が安くなりファミリーレストランの都心部への出店や居酒屋チェーンの郊外への出店が容易になった。1990年代後半以降はスターバックスなど外資系コーヒーチェーンも進出している。 2000年代には2001年の BSE 問題2004年の鳥インフルエンザの流行が関連店舗に打撃を与えるまた飲酒運転の取締り強化がアルコール販売に影響を与えたマクドナルドの80円バーガーなど低価格競争が話題になったが収益は改善せず低価格競争からの脱却を図っている日本の外食産業は 成熟期に入り、価格から質へと方向が変化している。また、質の向上に伴い、例えばラーメンのレベルが高くなり新規出店のハードルが上がるといった状況もある。市場規模は1997年をピークに、その後は20兆円台前半となっている。市場規模は今後拡大しないと言われる一方で、店舗数が増えている現状があり、 競争の激化で業界の生き残り競争が熾烈となるとみられる。セブンアイホールディングスは外食部門の不振から2008年度以降外食部門の店舗数を削減すると発表している。外食産業の倒産件数は2000年代に入り右肩上がりに上昇。2007年以降の倒産件数は毎年600件前後に推移している。 景気の良し悪しに左右される業態とも言われてきたが、2017年は、後景気から他の業種が倒産件数を大幅に減らす中、対前年比27%増の700件超を記録した。材料費の増加と人材難のほか小規模事業経営者の高齢化と後景者難も背景にあると見られている。 フードビジネス総合研究所によると2015年の売上上位20社は以下の通り。特定の料理に特化した店特定のカテゴリーの料理に特化した店その他、ラケル、オレンジキッチン、ピーターパン、ポッポ、ピーコック、スカイラーク、ロイヤルホスト、デニーズ、ガスト、バーミアン、ジョナサン、アンナ・ミラーズ、ココス・ジャパン、サンデーさん、トマトアソシエイツ、ジョイフル、 和食里、と、ん、でん、丸松、坂東太郎、無邪気フーズ、坂本、木揃、蟹道楽、ウエスト、トマトオニオン、平松。中国、台湾など、アジア諸国には、日々の食事を各家庭で調理するのでなく、屋台へ出向いて、食事をとることが、文化、伝統とされている地域もある。国民の収入の増加、食の安全への意識の高まりを背景に、 外食産業は成長を遂げている。市場規模は2006年で約1兆元、2010年には約2兆元になると予想され、雇用規模は2006年で2000万人以上とされている。企業の M&A も盛んに行われており、今後の発展が有望視されている。ありがとうございます。